こんにちは。私、平成フラミンゴの市宮二子担当、市宮二子でございます。今日は私の毎日メイクをしていくということで、早速やっていきたいと思います。まず私はですね、最初にこちらですね、こちらプロポリスの方で喉を潤していきます。ごめんなさい、特に意味はないです。なんかプロポリスはなんかすごいいいんだって。何かしらにいいらしいよ、本当。毎日飲んでると健康になるみたいな。ちょっとごめんなさい、よかったですけど。はい、皆さんこんにちは。改めまして、まちこまちこです。こちらはですね、あのマウジーさんの、72番ですかね、言いますかね、つけてます。朝風呂した後、私パックをするんですね。なんかパックってなんかどんだけ安いのでも毎日してた方がいいって、なんかこうエステテシャンの友達が言ってたわけだから、それをなんかちょっと鵜呑みにして毎日あのパックをね、安くてもパックをするようにしてるんだけど、だいたいウルルンだっけ、なんかプルルンだか、ちょっとウルルンだか、ごめんなさい、わかんないんだけど、最近ちょっといいなって思ってるのはこちらですね。この全てが韓国語で書いてあるので、あちょっと待ってよ、ニャみたいな商品、これが結構いいんですね。これをたまに、これちょっと高いんですよ、ちょっと、1枚売りでバラ売りなんですけど、ちょっとこう気合い入れた日とか、肌がちょっといつもよりやばくないみたいな日に、こちらのあちょっと待ってよみたいなのを使ってます。化粧水をねつけていきたいと思います。こちらですね、アベンドローディー、こちらのアベンウォーターっていうね、吹き付け型の化粧水で、私大体2回ぐらいやるんだけど、こうやってこんぐらいつけていきます。化粧水選びってどうしたらいいのってお迷いの方がいらっしゃるんだけども、ちょっと1個参考にしていただきたいのが、あの化粧水に入っている成分についてっていうところで、界面活性剤っていうのが入っている化粧水は選ばない方がいいですと。はい、これなんでかっていうとね、界面活性剤っていうのが使われていると顔がやけどしてる状態になるよっていう成分なんですね。じゃあなんでこれが入ってるのかっていうと、まあ化粧品会社も定期的にあの化粧水を買ってもらわないとあの経済回らなくなるじゃんみたいなことでちょっと入ってるっていうのがあるらしいんですよ。これはね、あの本当かどうかはね、あの分からないんですけれども、まあ、私が知り得た知識の中で言うとそうなんですね。どん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 それで肌荒れしてって、化粧水をねこうどん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 買ってほしいっていう魂胆があるかもしれない。気をつけなさいよ。じゃあ次何しますかっていうところなんですけれども、スキャッスキャッ、あたいのメイクをスキャッ、メイク道具に感謝スキャッスキャッ。皆さん本当に意味わかんないから、何があったっていう感じで、こちら下地のポッアジョー使っていきたいと思います。こちらですね、見ますかっていう感じで、あの私本当に乾燥肌なの。化粧をした後になんか割れてきちゃうぐらい乾燥するの、本当に。でそれが結構ね、この下地をこうやって使うことによって目立たなくなったとか、逆になんかなんだろう、テカリ玉みたいな感じになるぐらい、あの乾燥はしにくいかもって感じで、そしたら今度はファンデーション塗っていきたいと思います。こちらですね、なんだこれ、誰っていう感じのクッションファンデーションする前、私本当にファンデーションつけても割れてくるみたいな感想でって感じだったんだけど、マジでクッションファンデって割れるとかがないの。顔でかくね、絶対に小顔にするエステティシャン vs 絶対に小顔にならない妖怪ニコの勝負をね、ちょっとね、ぜひね、ホコタテの番組でやってほしいわ。これは強敵だな。絶対ここになんないから、うち何やっても骨削るしかないんだわ。あ、壁じゃないですよ、白すぎて壁じゃないですよ、私壁と同化してないですよ。大丈夫ですか、見えてますか。っていう感じで、これをやった後に白玉の方ですかって勘違いされるように、こちらのアベンヌのね化粧水がもう一回出てきます。これをちょっと遠目でちょっと上にして軽く浴びる、小鳥の水浴びかなっていうぐらい軽く、そうよ、水のベールに包まれるぐらい、そうしたことによってちょっとね、より密着度が上がる気がする。
気がするっていう話なんだけど、眉毛を描いていきます。私はこのなんだろう、もう鉛筆みたいなやつを使ってます。どこのか分かんないですけど、大抵あのドンキとかでなんか売ってる鉛筆の茶色を使ってますね。これ何がみたいな、これを使っていくぜ。いや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 、俺はさらったおねえ、さよならバイバイ、俺はこいつとお前を食べに出る、ピカチュウ。大抵ね、最初にちょっと輪郭を描いていくんですよ、眉毛のこのケツの部分っていうんですか顔にお尻がついてんのって、違うよ、眉毛のお尻の部分ですね。このね、ここ大切よね、このこういうさ、で平行眉とかが流行ってると思うんだけど、流行ってた、わかんない、ちょっと今のよくわかんないんですけど、私はちょっと平行目にしちゃう。ちょっとね、目と眉毛の感覚を近くしたいから、この辺からこう、おーれおーれつってね、ちょっと角度つけてくるんですよ。おーれおーれつって角度つけます、これね。この掛け声とともに皆さん一緒にやっていきたい、いただきたいぐらいなんですけど、おーれおーれっていう感じで、ちょっと輪郭が描けたら、ていうかね、本当にね、左右バランスよくね、眉毛描ける人って本当にね、なんか IKKO さんですかって言ってあげたら、でこんな感じで立体的に描けたならば、次に出てくるのがこの子。この子はキャンメイクの ミックスアイブロウ05番さんです。こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。こちらのなんかもうあの指でもはあのごめんなさいね、指紋認証ですかっていうぐらい、 ここだけがぽっかりと開いてるんですけれども、指紋認証してからピピッ OK ってなったら、この真ん中のね色をもちろん使っていくんですけど、まあさっさっさとせっせっせと空間を埋めていく作業ですね。これ寂しくないように、眉毛が寂しくないようにやっていくっていうのが非常にこれね大事だと思います。もうすぐでさ、セミの時期じゃね。コンシーラー、セザンヌのストレッチコンシーラー10番ライト系っていうね、こちら使ってます。こちらでですね、涙袋っていうのが大事でしょ。この涙袋をこう最大限出すんですね、こうやって。でこの出ている涙袋にこうちょこっとだけ塗っていく。あとはついでにこの鼻の玉を塗っていく。鼻の玉ね、鼻の玉さんこんにちはって言ってね、でこれ塗ったらちょっとこうぼかす、ぼかすよ、ぼかすよ、ぼかすよ。さっきのこの色鉛筆っていうのを出して、ちょっとだけこの涙袋の下に影をつけるの、ちょっとだけね。マジでこれ本当につけすぎるとなんか寝てるみたいな感じになるから、ついでにこのここの名前教えて、大木の博士教えて、ここにちょっとこうアイシャドウとかでここをがっつり黒とか茶色とか引いちゃうと、ちょっと化粧してる感がすごくなっちゃう、濃くなっちゃうから。私たちってさ、ほらアラサー世代じゃん、わかんないけど、それで化粧濃いってなるとちょっとあれだから、最近はね落ち着いたメイクをするように心がけてはいるんだ。ガガガガガガレディーガガっていう感じ。そしたらばだ、そしたらば次はアイブロウ、次はアイブロウ忘れ物でございます。キャンメイク、女の子って本当に楽しい、キャンメイク東京。そろそろ一人でボケ疲れてきた。あ、リオ来てくれた。なんかどう、あのね、あと寂しい、すごい。ちょっとね、邪魔者がそちらに入ってきて、ちょっとまあちょっと嬉しいんだか、ちょっとなんかよくわかんないですけど、まあこっちを使ってく、このキャンメイク。でこれね、あの蓋壊れてるんでもちろん外していくんですけれども、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズっていうね、ちょっと名前長くないみたいな、もうちょっとなんかサチコみたいな感じでね、短めにしてもらえると助かるんですけど、でここですね、このあの空間の部分をタッチしていきます。空間ですからね、はい。なんか薄い茶色を全体的にこうやって入れてく、筆ってやりやすいなって思ったんだけど、やっぱり煩わしいから指でやっちゃう。時間かかんだわ、このハケみたいなの使う、ハケなんだから、なんか筆なんだよ、わかんないけどさ。ほいだらば、ほいだら今度使っていくのがこのちょっと赤茶色みたいな、ちょっとね、うち赤っぽいメイクが好きだから、真っ赤を使うとちょっとね派手になっちゃうんで、この赤茶色みたいなところを
ちょっとポンポンポンとこの筆でまたやってきますね。でちょっと全体的にぼかすとちょっとなんかグラデーションみたいになるわけ。それがなんかちょっといいって思ってるかも。ちょっとここら辺なんか気持ちここら辺ね、ここら辺を濃くするの。そうするとちょっと目ん玉目が大きい人に見えるんじゃねーみたいな。たら今度このキラキラパウダーっていうのが中についてるんですね。キャンメイクってマジで便利で本当になんか全部ついてないみたいな。でこのキラキラをこの黒玉のちょっと上にのせて。はい、ならこのこちらですね、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ14番さん。はい、あなたも改名してくださいね。名前が長いんで、みちこでいいよ、あんたは。今度これ、みちこのこのね、空間の部分ですね。こいつ。こうね、あの、隅っこの方に意外と残ってるんで、こういうなんか意外と残ってるところを余すことなくっていうね。余すことなくっていう言葉はね、まさにこのことだっていうね。ちょっとね、何がみたいな。これを、下ら辺にちょっとだけつけてくる。ちょっとだけ、ほんとちょっとだよ、ほんとに。つけすぎるとなんか世で言うメンヘラメイクみたいな感じで言われるから、ちょっとだけこうね、赤ピンク要素を目の下に入れることによって目力アップ。あとはマスカラ、マラカス片手にお掃除してた。やばいやばいやばい。いつも使ってるのはこのデジャビューン。マジでナチュラルにまつげ長くねえみたいな人になれるから、マジおぬぬめなのね、こちらね。わかるやみたいな。わかりますかねって。あ、こっちや、わかりますかねや。で最近ちょっとゲトったのがこちらのスピンズカラーマスカラボルドーっていう、100均に売ってたやつなんだけど、赤っていうよりかはちょっとボルドー抑えめの赤なの。そいつをちょっと塗ってく。もうすごい伸びるからこれ。これ今見えてないと思うんだけど、ここまでまつげあるからね。ちなみにさっきのマスカラはマジおすすめかも。いろんなねカラーマスカラ売ってて、いけるみたいな。何なんだところでみたいな。しかしながらもみたいな。ですからみたいな。マスカラカラーマスカラとかうち結構するのね。夏はなんか青系のカラーマスカラしてみたり、季節に合わせてまつげの色変えてこうみたいな、そういう女子なんだけど、昔ね元彼になんか青いまつげにしてた時に、え、それ変だよって言われたの。言ってやったよ。何がって。何がおめえにまつげの色をな審査されなくてもよ、こっちは生きてんだわっつって、こっちは女子で女子として生きてんだわって。まつげの色に文句言うんだったら私も言わせて、あんたもっと筋肉つけたら、あんたもっと筋肉つけたら。ごめんね、あの本当にこれ特定した誰かに向けて言ってることじゃないから本当気にしないでほしいんだけど、もしそういう人がねいるのならなんみたいな話だから、本当にマジで本当に元彼に言ってるわけじゃないんだけど。今度はこのパウダー、ごめんパウダーの名前ね、あポーランド城ね、はいはいはい、セッティングパウダーケース1。あ、これはケースの名前か、ふざけんな。あのまあポール・ジョーの、あのさっきのセットで使ってます。これ下地とね、はいこなみたいな感じでね、はいはいはい。でなんか私ほんと鼻テカリすぎて、マジでこの鼻の油でホイコーロー作れるんじゃないかってぐらい油出るんだけど、いただきます。たった今何が起こったか分かる？ちょっとね、あの完成しちゃってるんですけれども、あの粉から あの何するかっていうのだけちょっとねあの説明していきますね。はい、チークです。はい、チークはねこのマックとねこの何ですかね、これトーンペダルっていうねリップ&チークチークから5番っていうオレンジ目のを使ってますよというね、そういう説明させていただいてるんですけどね、そっからごっそり消えてるんで、そこからね、あのそっからの順序をですね手早くちょっとねあのご紹介していくんでね、あの血眼で聞いててください。血眼で聞くっていうのはちょっとごめんなさい、あの意味が分かんないですけど、耳を血眼にしてなんか聞くみたいな、ちょっとごめんなさい、分かんないですけど。はい、チークですね。チークはこのピンク系のマックね、これねちょっとねナンバーがねあのねちょっと取れちゃっててよく分かんない。
ていう感じでピンク系とオレンジ系を使って今日はピンク系を塗ってたよ。はい、そして今度はリップだ。イヴ・サンローランの5番か6番かのピンクと、あとはこのオペラっていうね、オペラ結構おすすめ、ウルオージアみたいな、今すぐキスするみたいな、そういう感じにはなるやつ。そのリップ塗る前にこの DHC のなんかモイスチャーリップクリームローズマリーっていうのをね、ちょっとねこの何も色ついてるんですけど、これをつけることによって潤いがパワーアップするよっていう話をさっきさせていただいてました。はい、そんでなんかこうビューラーをなんかちょこちょこちょこってやったら完成。もうねすっごいいろんなねこと喋ってたんだけど、カメラ止まってたから悔しくて、同じことを喋るってできないから、このこちらですね、私このビクトリアシークレットのあのこのボディミスト、これ日本には売ってないんです、ごめんなさいごめんなさいね、オーストラリア旅行行った時に買ったんです。香りもね、女の子になったら完成。はい、完成した。一宮二子が私です。あ、蝶々参考に、ね、なったかならなかったかって言ったらね、本当に参考にならなかったっていうねブーイングがたくさんあるかなと思うんですけども、まあ私も日々ね勉強中なので、もしなんか一押し情報みたいなのがねあったら、またそれをシェアリング、ペアリングエアドロするんで待っててください。はい、それでは一人でバイビンゴ寂しい、それではバイビンゴー。